朝がゆ何？エビある？ない。今朝は鶏肉と人参とごまと。鶏肉も人参も好きよ。ねえねえルイ、鶏肉余ってたらちょうだい。余ってないっす。てか相方にもらえばいいじゃないっすか。双子で仲良しなんでしょう。そしたら僕の分なくなっちゃうでしょ。そしたらフェイかわいそうよ。うんうん、ひどいこと言うねルイ。さすがユエンの部下よ。血も涙もない。そのひどいことを今オタクがしようとしてませんでした？ところで、自分のごま団子、おたくらと比べるとなんか少ないんすけど、自分の分まで勝手に食べてないすか？食べてないよ。ルイの量は普通の一人前ね。普通？僕たち早起きして厨房に頼んでおいたよ。今朝の点心は大盛りにしといてねって。はあ、なんだそれ聞いてないんすけど。早速新参いじめっすか？よそを気にかけている暇があるのか？俺の目には先ほどからお前の食事が進んでいないように見える。なるほど。お前の細い腕ではサジを持つのも辛いと見える。来い、俺が食べさせてやる。つまらん。簡単に受け入れられては気が変わりそうになる。が、お前の狙いはそれだろう。
俺を手のひらで転がそうなど10年は早い。さっさと膝に乗れ。俺の女の面倒は俺が見るものと決まっている。口を開けろ。ああ、口移しがいいなら。おかわりしたいね。厨房にまだあるかな。あのな、かゆは飲み物じゃねえんだよ。もっと味わってくれ。流し込むな。ルイ、なんすか？お前に仕事をくれてやる。で、自分の仕事ってのは一体？好きに漁れ。今動かしている取引、契約関係の書類は大抵そこに揃っている。はあ、ありがとうございます。ところで、なんだ？いや、なんでもないっす。新規の案件が多いんすね。ヨーロッパの裏口、古くから裏社会の取引に適した町、それがこのブルローネだ。この町で仕事をするには当然ブルローネマフィアを通す必要があるが、パルツォーネとビスコンティは頭を失い、烏合の衆になり果てた。故にその二組織に組していた連中どもは、冷や汗をかきながら、こぞってラオ州にすり寄ってきている。ブルローネマフィアを解散取引ならば、わざわざこの町で行う意味がなくなるからな。これ、どれを受けるんすか？それを決めるのがお前の仕事だ。
これどっちにしても損得ありますよね。顧客を奪われたってなれば他組織はいい顔しないっすから。潰れかけとはいえ今無意味に挑発するのもな。どっちもまだ残党がくすぶってんですよね。まあよそのことは置いとくとして、自分が首領に聞いときたいのは、今までラオシュを袖にしてた奴らを受け入れるのはうちのメンツ的にどうなのかってことっすね。リュウファンフイのジジイどもは嫌う真似だろうが、俺は気にならん。客の帰遷を問うほど高尚な組織ではないからな。じゃあ決めました。ここにあるの全部受けます。そこそこの仕事量っすけど、できなくはないかと。あ、舐めた真似するやつには相応の対処でいいんすよね。ああ、それでいい。けどそれにしたって多いっすね。全部自分の仕事か、これ。知らんのか、うちは慢性的に人手が足りん。頭の悪いネズミばかりだからな。戦いはできても頭を使う類の仕事は俺以外にはどうにもならん。なるほど。そして期待を裏切るようで悪いが、俺はこう見えて仕事が嫌いでな。はあ、まあ顔に書いてありますね。契約だの書類だのというくだらんものは全てお前が処理をしろ。どうしても俺の顔が必要な取引があればいいえ、気が向けば足を運んでやろう。あとはお前の裁量次第だ。ずいぶんこき使われるんすね自分。リー、前の自責は退屈で使えん男だったが、この程度はこなしていた。もしあれより使えんようなら、本国から代わりをもらうことも考えよう。それと近々船が来る。ファンの使者だ。適当にあしらっておけ。ああ、言い忘れていたが、他組織の残党処理もお前に任せる。え？こと細かに指示を出すのも面倒で放置していた。しかし、自責がいてくれるのなら安心だ。そろそろ一矢報いたいと徒党を組み出す頃だろう。害が生じる前に目をつんでおけ。わかりました。書類思ったより整理されてたんで、それは安心しました。前任者が死んでから全部止まってるのかと。誰がまとめてたんすかね。俺だ。字綺麗っすね。
部下は好きに使え。あの双子もそれなりの戦力にはなる。もっとも戦いにしか役に立たんが。ああ、ストラノの西を拠点にしているビスコンティの残党には手を出すな。理由は？お前の手に余る。じゃあ早速取り掛かりますんで、何かあったら呼んでください。俺の膝に不満でもあるのか？あいつはラオ州の自責になった。であれば俺のやり方に慣れてもらわねば困る。それにお前が俺の女だということをしっかり教えてやらねばかわいそうだろう。前任の二の舞はごめんだからな。万一にも迂闊に手を出すことのないよう、という俺の配慮だ。それより、お前は随分とルイのことを気にかけているようだな。警戒していると。では今朝のは何だ？好きにしろ。
ここの暮らしはどう？退屈？無理もないか。こんな力を気がめいるのが普通だよな。ああ、そうそう。例の件、順調に進みそうだよ。チャイニーズマフィアにも声をかけたんだ。と言っても、連中はそこまで当てにできないし。だから、オルロックを行かせることにした。気乗りしない様子でさ、人のくせに。仕方ないから念のため、候補を監視につけた。ヨハンだよ。今の候補から選ぶなら順当だろ。教えてあげなかったのかい？何を？彼とオルロックの関わりについて。もちろん、暴走されると迷惑だからね。使徒も候補も操縦しやすい駒であってこそだろ。今日はカジノで取引とか言ってたような気がするよ。かわいそうね、ヤン。せっかく感謝おしゃれなのに。私がヤンの分も全部食べてあげるね。あ、でもリリーの分は残すよ。フェイの分もね。守備は仕事をもらったんで当面は大丈夫かと。機嫌を損ねて自分が殺されない限り予定通り進めてきます。簡単には死なないよ。ルイは運が強いから。いやどう考えても運はない方っすね。自分なんでか頭の中身が知れない上司にばっか恵まれちゃいますし。誤解だよルイ。何がです？あれほど分かりやすいガキもいない。ああはい、そりゃオタクは分かるんでしょうけどね。連絡するよ。うっす。電話どうも。あ、でもリリーの分は残すよ。フェイの分もね。
いただきます。遅れる方が悪いよ。ご飯は弱肉強食よ。そうだね、料理冷めちゃうと作ってくれたみんなに申し訳ない。ねえ、私もそう思う。エビ美味しいよ。エビ大好き私。はいはい、好き嫌いしないで食べてね。肉も魚も全部美味しいよ。すいません、遅れました。残念だったね。鑑賞謝礼はもうないよ。は？おたくら最低っすね。人の心ないんすか？ってまだあるじゃないっすか。別にいいじゃないっすか。今朝ごま団子くれるとか言ってたし。構いませんよね、どうせオタクただ飯ぐらいなんですし。じゃあ遠慮なく。ルイだけずるいよ、おかしいよ。ずるくはないっしょ、ちゃんと交渉したし。リリー優しすぎるね。いりません。